これまた独特の感じの音ですよね。次はバーチャルアナログのオシレーターです。でウェーブでディチューンの量をコントロールします。50が真ん中ですね。ティンブレでオシレーターシンク的な効果を出すことができます。でシェイプで三角波からいろんなノコギリ波に変化することができます。ウェーブシェイパーのオシレーターはデジタル波形をブーストさせてそれを折りたたむことによって波形の頂点部をカットすることができます。でウェーブでウェーブシェイパーの波形を設定します。でティンブレでウェーブフォルダの量をコントロールします。でシェイプで波形を非対称にします。これもまた独特な感じですよね。で、2オペレーター FM は2つのオペレーターを使った FM 音源です。で、ウェーブで2つのオシレーターの周波数の比率をコントロールします。ティンブレでモジュレーションの量をコントロールします。で、シェイプでフィードバックの量をコントロールします。やっぱ FM 音源なんでベルっぽい音は得意ですね。で、フォルマントはグラニュラーシンセシスのオシレーターです。波形を細かくしてそれを足したりかけたりしてより複雑なサウンドを作成することができます。ウェーブでフォルマント1と2の周波数の比率をコントロールします。ティンブレでフォルマントの周波数をコントロールします。
でシェイプでフォルマントの幅と形状をコントロールすることができます。でコードオシレーターはその名の通りコードを鳴らすことができます。でタイプでコードの種類を選択します。でティンブレでコードの展開系を切り替えることができます。でこれはドミソの3音だったりしたらミソドとか押さえる配置を変えるっていう感じですね。でシェイプで波形を変えることができます。スピーチのオシレーターをやっていこうと思います。ウェーブでフォルマットをコントロールします。で、ある程度数値が高くなってくると単語になってきます。でティンブレでフォルマントをコントロールします。でシェイプはこれワードって書いてあるんでなんか単語を変更する感じですかね。まあ、これはこれで面白いですね。モーダルのオシレーターをやっていきます。モーダルというのはレゾネーターでいろんな音の鳴り方をシミュレーションします。これもフィジカルモデリング系ですかね。でウェーブで不協和倍音の量をコントロールします。
んか実験的な音に使えそうな感じですよね。でティンブレでエキサイター音の明るさ、ダストの密度をコントロールします。ちょっとギラギラになる感じですね。でシェイプでディケイタイムをコントロールします。なんかすごいアンビエントとかで使えそうな感じの音ですよね。まあこんな感じでとりあえずマイクロフリックのオシレーターをやってみたんですけど、ほんといろんな音が出せるシンセサイザーですよね。でパラメーターもどのオシレーターも3つしかないんで、慣れちゃえば結構面白いと思います。でこのオシレーターのパラメーターも、まあ後でやるモジュレーションの方でコントロールできるんで、すごい変態のサウンドがたくさん作れると思います。